インディカーシリーズ、インディカーシリーズ、インディカーシリーズは、インディカーが主催する、モータースポーツのカテゴリー。フォーミュラカー、オープンホイールを使用したレースでは、北米最高峰に位置する。アメリカ合衆国を中心に転戦し、2003年から2011年までは、日本でも開催されていた。1994年、インディ500を開催する、インディアナポリスモータースピードウェイ。 イムズの社長であったトニー・ジョージが、インディ500だけでなく、自らが主催するシリーズを立ち上げたイタに、1996年より、インディレーシングリーグ、R を発足させることを表明。1996年にはカート、後のチャンプカーワールドシリーズから、分離独立し、カートや F1 と同様、オープンホイールマシンでチャンピオンシップを争う、レースとして発足した。 インディ500を頂点に据え、オーバルを中心にロード、ストリートコースを組み合わせたスケジュールとなっている2004年まではオーバルコースレースのみ。発足初年はカートのマシンを使用していたが、1997年以降は独自のレギュレーションにより運営。当初はカートに比べマイナーなカテゴリーであったが、2003年よりホンダ、トヨタが揃ってカートより r へ。 遺跡表明を行ってからはそれまでの有力カート参戦、ドライバー、チームも上がって遺跡に追随し、一気に北米フォーミュラーレースのメジャーへとって変わった。これも伝統のインディ500を持つ強みからである。2002年にはトップカテゴリーの名称をインディカーシリーズに変更、R は FIA のように運営組織の名称として残された。日本でもそれまで1998年より、 毎年栃木県モテギ町のツインリンクモテギで開催されてきたカートのレースを2003年より R に変更し、インディジャパン300として開催。これにより R の初のアメリカ以外での開催進出となった。また、開カテゴリーとして、インディライツ2002年から2005年までは、インフィニティプロシリーズ2005年以降はインディプロシリーズが形成され、 インディカーへのステップアップカテゴリーとして、R の下に運営されている。2008年シーズンからカートとシリーズを統合した。実際には、旧ジャンプカーのチームに、無償でエンジン車シートを供給する形となったため、事実上、R 側がジャンプカー側を吸収する形とな。った。2010年から2013年にかけて、アパレルブランドのアイゾット、 イザットがシリーズ間スポンサーになり、名称がイザットインディカーシリーズとなった。2014年からは変わって、ベライゾンが冠スポンサーとなり、名称もベライゾンインディカーシリーズに変更される。シャシーはワンメイクで2012年より第4世代のダラーラ DW12 が使用される。 社名はこのシャーシのテストドライバーで2011年シーズンの最終戦ラスベガスで事故死したダンウェルドン経緯を表したもの。全幅が78インチ、イコール約1981ミ、mm、リメートル、プラスマイナス12.7ミリメートル以内の誤差は認める。重量がオーバリオ1545ポンド、約701キログラム。 ロード、ストリート用1575ポンド、約714キログラムと、ホーミュラカーとしては幅広くやや重い。エアロパーツは、ロード、ストリートコース及び低速オーバル用の、ロードコースパッケージと高速オーバル用の、スーパースピードウェイパッケージの2種類が用意される。ウィングの角度は、設定範囲が決められているが、ガーニーフラップは自由に設定できる。フロントウィング、 リアウィング、サイドウィング、エンジンカバーを含むエアロキットは2017年まではシャシーメーカー等が独自に開発、投入できた。ただし2012年と2013年は全チームダラーラ製のエアロキットを搭載することになっている。これらはレース参戦コストを上げないためにレギュレーションで価格上限が30万9千ドルと決められている。 2018年からは再びダラーラ製のユニバーサルエアロキットを全社が使用する形に戻る。2003年よりシャーシ部門のコンストラクター、エンジン部門のマニュファクチャラーの両タイトルが制定されたが、2011年までは双方アンメイクだったため有名無実化していた。2012年からは後述の通り複数のエンジンサプライヤーが参入するため、 エンジン部門のタイトルが意味を持つことになる。オーバルではスタカーによって旋回性能を高めている。タイヤはファイアストーン、ブリジストングループのワンメイク。チャンプカー同様1999年まではグッドイヤーも供給していた。ロードコースではソフト、レッドタイヤとハード、ブラックタイヤの2種類のタイヤをアンダーグクリーン中に装着し、かつ それぞれで2周以上走行しなければならない。エンジンは2012年から 2.2L 以下6、気筒以下、ツインターボ直噴エンジンを採用する。サプライヤーは、ホンダと、シボレー、実際の開発は、イルモアが行うの2社。駅は2012年より、マクラーレンエレクトロニックシステムズ、メッセーの共通駅が使用される。最高出力はオーバルで、約550馬力。 ロード、ストリートで約700馬力、レブリミットは 12000rpm。ロード、ストリートコースでは、エンジン回転数、プラス 200rpm と、ブースト圧、プラス 11kPa を、一定時間引き上げる、プッシュとパスを使用できる。シーズン中にエンジンを改良した場合、それをレースに導入するには、他のメーカーの同意を得なければならない。新しいエンジンに対して、 抗議をすることも可能だが、その際には、インディカーの承認が必要になる。燃料は2012年シーズンより、エタノール、生物由来85%ガソリン15%の混合燃料が使用されている。この配合のおかげで、爆発の心配が少なく、ドライバーやピットクルーに引火しても、視覚的に型できる。インディカーシリーズでは、コースやイベントによって、 予選方式が異なる。オーバルトラックでの予選は、決勝レース前日の午後に実施される。セッション中に1回のみ計測を行うことができる。各社が2周を連続して走行し、その平均速度をもとにグリッドを決定する。ロード、ストリートコースの予選は土曜日に行われる。セッションは以下の3つのラウンドに分けて行われ、 各ラウンドの制限時間中に無制限に計測を行うことができる。2012年より、アイオワスピードウェイでのイベントで採用される方式。金曜日に実施される。全社を3つのグループに分けそれぞれが50周のレースを行い、その結果をもとにグリッドを決定する。土曜日、日曜日の2日間で2レースを行う、ダブルヘッダーイベントで採用される方式。 両レースの予選とも、開催日の午前に行われる。レース一用は、ロード、ストリートコース一般方式と同じだが、日曜日のレース二用は異なる方式で行われる。まずプラクティスの結果より、偶数順位がグループ1、奇数順位がグループ2に分けられる。次に、グループ1、グループ2の順に計測を行い、各グループ1位の記録を比較する。 そしてより速かった選手が属するグループに奇数グリッド、遅かった選手の属するグループに偶数グリッドが与えられる。インディ500の予選は決勝レース1週間前の土曜日と日曜日に行われる。スポット3戦を含む出場枠数以上の選手によってグリッドが争われるため予選落ちがある。一部のレース、ダブルヘッダー戦、レース2などでは スタンディングスタート、それ以外ではローリングスタートを採用している。対列の組み方は以下の表の通り。インディカーシリーズでは周回数を定めるための基準となる走行距離を定めていない。そのため走走行距離及び規定周回数はレースごとに異なる。また、周回数の50%が完了した時点でレースは成立する。二千十一年以前は、 マルチメイクであり、過去にはパノスも供給していたが、ダラーラと比較して、空力などで劣ることから徐々に需要が減り、2008年のインディ500にスポット参戦したチームが使ったを最後に撤退した。また以前は、ライリースコットが参戦していたこともあり、ファルコンも参戦を表明したが使われることはなかった。そのため2009年から2011年までは、事実上、 ダラーラのワンメイクとなっていた。シリーズ発足当初は、カート同様の 2.65LV8 ターボエンジンを使用していたが、1997年より 3.5LV8 のエンジンに変更。2002年までは、シボレー、2001年までは、オールズモビルオーロラの名で、トモともと、インフィニティ、日産の2社がエンジンを供給していた。インフィニティは2002年限りで撤退するが、 2003年より、トヨタ・ホンダが新規参入して3社体制となったほか、同年のシーズン途中からは、シボレーエンジンの開発を、コスワースが担当するようになった。その後、高速化に歯止めをかける目的から、2004年の第4戦、インディ500からは、エンジン排気量の上限 3L に改めている。しかし、2005年限りで、シボレーが撤退したほか、 トヨタも2006年限りでの撤退を発表したため、ペンスキー、チップ、ガナッシなどの有力チームがのきなみ、ホンダ陣営への倶替えを発表。このためトヨタも予定を1年前倒しして2005年限りで撤退し、2006年から2011年までは、ホンダのワンメイクとなっていた。2012年のマニュファクチャラーズチャンピオンシップ復活に伴い、 ロータスがジャットと提携し参戦したが、1年限りで撤退した。2005年まではシリーズ発足から一貫して、カートと同じアルコール燃料であるメタノールが使用されていたが、環境への配慮から切り替えられた。この準備段階として、2006年シーズンはメタノール90%エタノール10%の混合燃料が使用された。メタノールから、 エタノール系への変更によりエンジン出力が約1割ほど低下するため、合わせてエンジン排気量が 3.5L へ変更された。2010年からはシリーズチャンピオンに加え、オーバルとロードコースそれぞれに部門別チャンピオンシップを設けている。オーバル賞にはインディ500で4賞を挙げた AJ、AJ、ホイとロードコース賞にはカートで4度のチャンピオンを獲得した。 マリオ・アンドレッティの名が冠されている。インディ500の勝者は、インディ500歴代優勝者を参照。インディカーシリーズとその株カテゴリーのみ、9カート除く。2018年インディカーシリーズ参戦。過去参戦していたドライバー。1996年発足当初は参戦のみという少なさだったが、翌1997年から拡大。さらに2005年は、 ロードコースへ進出した。また2003年から2011年まで日本がカレンダーに組み込まれていた。また2010年からはブラジルがカレンダーに組み込まれている。現在ではオーバルレースとロードレース、市街地、特設含むがおおむね1、2の比率となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。